皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、ちょっと試したいことが一つありまして、今右にいる女の子はですね、無課金のアイテムのみを使っておしゃれをしている無課金ベイコちゃんなんですけれども、無課金で手に入れられるものの中にキャラクターのデニーとか、あとリンリンとかいるじゃん。これをなんかうまいこと使ったら美少年や美少女が簡単に作れるんじゃないかということで、今回は試しにやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。まずこちらの2つをさ、ゲットすればいいわけでしょうよ。ゲットしてこの2つを手に入れたらば、キャラクターのところにこちらに増えてるんですけれども、ボディがさ、例えば、あ、髪型増えてますね、2つね。リンリンとデニーの髪型が増えてますね。頭をさ、これにすれば、うん、もうちょっと考えようか。で、胴体をこういうのにしていって、この状態で体型変えてみたらさ、なんかいい感じになるんじゃないの。これさ、頭がでかいわけだから、今頭を小さくしてやるとどうだ。これはで、ちょっとなんか背低くしてやって、ちょっとなんか、え、なんかかわいい、かわいくない、こんな感じになるんだね。もちろん頭小さい方がいい。え、どう、かわいくないこれ。これ動くとどうなるんだろうね。あ、こんな感じらしい。え、なんか別に普通に美少女じゃない。髪変えれるんだね、これ。でもなんかこうやってやってる子そういやいるよな。このさ、例えばさ、髪の毛とかこれさ、どんどん変えるとどうなるんだろうね。これめちゃくちゃ可愛いけど、これとかどう？え？す、おお、似合うやん。似合う似合う。これは？あ、別に、これ帽子かぶっちゃえば頭皮のね、これ頭皮がさ、実はちょっと茶色いから、肌の色が合ってないけど、別にでも帽子で隠しちゃえば全然わかんないかも。これは？なんか、へえ、こんな風になるんだ。ちょっと頭の形気をつけないと合ってないかもしんないね。頭がもうちょっと大きくないとおかしいかもしれない、この髪型に関しては。ちょっと合わせてみましょうか。もうちょい頭大きくするんでしょうか。あ、ほらほら、こんなもんですかね。え、じゃあさ、服いろいろちょっと着せてみようかな。脱げないんだよね、多分ね。この服がもうくっついちゃってるから、着せるとしたら 3D を着せるしかなくなるんだよね。ってことだよね、これね。 3D の服だったら、前に組み合わせで作ったこんなような服がまあ作れるってこと。ズボンがちょっと出ちゃってるけど、まあスパッツと思えなくもない感じ。これさ、ズボン、スカートはどうなる？あ、へえ、スカートでもね、別にいい感じだよね。こういうのにしてもさ、あ、なんか可愛いぞ。これアローで前、あ、すげえ、ほほー、可愛い。へえ、なんかこういうのがさ、うまいこと作ろうと思うと、なんか意外とできるね。あー、結構普通にありかもしれない。これでちょっと一回プレイしてみましょう。あ、こんな、え、こんな感じになるらしいよ。え、結構美少女じゃない。少し身長を変えたんだけど、透明、すごい美少女がいる感じがする。ロボロックスらしいかって言ったらちょっとよくわかんないけど、はい。というわけで、リンリンからの返信でした。すごくね、興味深かったですね。じゃあ次、男子でやってみましょうか。これはこれでなかなか可愛いんですけどね。これも例えばさ、体型変えて、なんか顔はやっぱ小さい方が良さそう。今、背低くして幼くしてみましたけどね。髪型変えてみましょうか。髪。この子に合う髪型変えてみますね。あー、なんか、なるほどなるほど。ロン毛って感じだね、これは。おかしいね。おかしい。あ、
なんか今気づいたんだけどさ、この 3D みたいなこういう髪の毛ってベーコンにつけるとなんか上の頭がぺったんこになっちゃっておかしいなって思ってたんだよね。だけどさ、このキャラにつけるとさぴったりだね。今気づいた、こういう髪の毛って。しかもこれさ、この男の子のキャラクターって顔がさ女の子っぽいから、この辺の女子のさキャラクターの髪にしてもあんまり違和感がない気がするんだけど、女の子みたい。ほらこれとか可愛いけど、普通に。なんならさっきのさ、さっきのリンリンよりこっちの方が顔可愛くない？どう？どうなんだろう。知らなかった。髪型探しに行こうかな。無料の価格帯にちょっと変更して、え、こういうのとか、え？イケメンやん。買っとこう。あ、そうやって使うの？これ。かっこいいじゃん、普通に。金髪だ。すげえ。右分けミディアムヘア。茶髪だ。赤毛か、これ。まあ、これも一応じゃあゲットしとこう。ってことは、ちょっと変えてみて、例えばこれに上着着せたらいいってことでしょ。あー、なんか、中の T シャツの形が出ちゃいますね、これね。あー、なんかこうなっちゃうのか、これは。体型をかなり細くしてやんないと、男の子のやつの場合は、ちょっと下の服が響きますね。かなり下のさ、そう、多分これぐらいにしないと、これ服変えれるようにすればいいのに。トップスを半袖にしたらどうなるんでしょうね。あ、でもなんか意外と普通に着てますね。こんな感じになるんだ。その辺にいそう、こういう子。こういう子いそうだけど。この絞った感じの黒いズボンだと結構綺麗に履きますね。なんかこの T シャツのね、この半袖がやっぱボコってなっちゃうから、着るとするとこの半袖の白いやつを着るのがギリギリって感じはしますね。靴履かせてみようかな。あ、靴履いた方がなんか普通かもしれない。じゃあちょっとこの状態でゲーム内履いたらどんな感じになるのか見に行きたいと思います。後ろ姿がロブロックスっぽくないね。まあなんか美少年って感じではあるけど、こんな感じになるらしい。ここだといろんな髪型ができるから、例えばこう、あ、へえ、お、面白い。ここだといろんなのが試せて面白い。なるほどね、これはこれで可愛いかもよ。はい、というわけで今回はリアルなキャラクターにいろいろな服を着せてカスタマイズしてみました。いかがだったでしょうか。個人的にはね、結構いろんな発見があってすごく面白かったです。というわけで、よかったら皆さんもやってみてください。それでは今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。